おいしいご飯を作ればかわいいあの子もおいしいねってとびきりの笑顔見せてくれるよ。皆さんこんにちは、アフタービートミュージックスクール中華系ギター科講師の泣く子も黙る滝沢克成でございます。今回はですね、またこうチャーハンの作り方を皆様にご紹介させていただこうかなと思うんですけれども、以前ね、紹介させていただいたやり方からですね、僕も結構変わってきておりますので、ちょっとこう新しいニューバージョンということで、ちょっと皆様にご紹介させていただこうかなと思います。まあ、そんな、ね、難しい手順はなかなか出てこないのでね、本当にお気軽にぜひチャレンジしてみていただければという感じでしょうか。コツさえつかめればね、本当に一般家庭でもすごくおいしいチャーハンが作れると思いますので、ぜひチャレンジをしてみてくださいませ。とりあえず、やってみましょう。まずですね、仕込みからスタートです。肉ダネを、作ろうかなと思います。ひき肉と、玉ねぎを用意してくださいませ。もうひき肉は何でもいいです。もう普通に、合いびきでもいいですし、豚だけでもいいですし、牛だけでもいいですし、まあ、鶏はちょっと避けた方がいいかなって感じですけれども、普通のひき肉はもうこのまま、使っていきます。まあ、これで OK です。準備完了。次、玉ねぎを切ります。玉ねぎは、まあそうですね、このミンチが 260g、 260g に対してまあ1個、まあ1個あればいいかなって感じですかね。2個はちょっと入れすぎだと思うんですけど、まあ1個ぐらいでちょうどいいと思います。何でもいいです。適当にやってください適当にやってくださいっても変な話ですけど、で、前にもちょっとね、何回かやったかと思うんですけれども、玉ねぎをこんな感じで、上下を落としまして、ヘタの方を落としまして、こっちの方も落としまして、で半分に割ります。よし、そうするとね、こんな感じで、外側からこの茶色い皮が抜けますので、これを剥いてあげてください。この茶色い皮を購入しているとすごくおいしくないので、ちゃんと剥くようにしましょう。で、これを、みじん切りにしていきます。みじん切りにしていきます。このヘタ、このヘタ部分が上にあったとしたならば、こっちをこうひっくり返して、この外側からこう刃を入れていきます。こんな感じです。ペペペペペペペつって。で、ここを残すわけですね。ちょっとやってみますね。こんな感じ。で、最終的にすごい、後で洗わずで細かくしていきますので、そんなに細かくならなくても大丈夫です。こんな感じで、その櫛形になるわけですよ。ここのヘタを残して、櫛形に開くわけです。で、ここまでいったら、ここからバババババッとこちらから刃を入れていけば、みじん切りになるねと、そういう感じです。できました。で、また半分、同じ要領で、みじん切りにしていきます。いい感じでみじん切りが終わりました。で、さらにちょっとまた細かくしたいなという場合は、まあ、ここからその刃を落として、みじん切りにしていきましょう。こんな感じで、山をとりあえずまとめて、真ん中からこの包丁を下ろしていきます。こんな感じです。で、向こうの山を真ん中の山に持ってきてあげて、手前の山を真ん中に持ってきてあげて、まあ、こんな感じで刃を落としていくと、まあ、まな板からその玉ねぎがこぼれることはないので、良いかなと思います。みじん切りのやり方とかも、ね、いろいろあるんですけども、自分はいつもこんな感じでみじん切りをしているような感じです。よかったら真似してみてくださいませ。手前の山を向こう側に持っていきまして、向こうの山を手前に持ってきて、刃を落とす。で、まあ、ぶっちゃけ、大きくても、大丈夫です。ある程度細かくなったら、よしとしましょう。で、これを、切り終わったら、レッツクッキンという感じで炒めていきます。まあ、ひき肉と玉ねぎを炒めて味付けをしていくわけですね。それで、このチャーハンに使う肉ダネを、作っていくわけでございます。いきなりキッチンがめっちゃ小さくなりましたよ、ほんまに。ね、どうしたもんだろうって感じ。じゃあ、ちょっと先に玉ねぎからいきましょうか。あれですね、なんかこうちっちゃいキッチンってなんかこう微妙かなと思ったんですけども、なんかこう慣れるとこれはこれで便利かもなっていう感じがしますね。なんかこのこじんまりしているというか、なんかね、必要最低限といいますか。まあ、さすがにちょっと
同時に2品3品作る時になったらね、ちょっとしんどいかもしれないですけれども、多分この一人暮らしっていうのをこのワンルームサイズっていうんですかね、まあ、これ割と悪くないみたいな感じで、まあ、最近ちょっとこのサイズ感がすげえ気に入るって感じです。でまあこんな感じでしばらく、まあ、中火もしくは強火とかで玉ねぎを炒めていきます。全体的になんとなくしなっとしてくるまでもう適当に炒めてくださいませ。なんか塩コショウとか振りながら、待ちます。だいぶ炒まってきたんでひき肉の方も入れていきましょう。えい、ひき肉入りました。ひき肉を入れたらちょっと臭み消しのために、お酒と生姜だけ、先に入れておきます。あとニンニクか、適当な分量入れていきましょう。えい、そうですね、量としてはウェーイぐらいです。ウェーイぐらいで、ニンニクがウェーイぐらいで、生姜もまあ、ウェーイぐらい、こんな感じです。あ、本当にになんか適当で大丈夫です。適当で大丈夫です。で、このまま炒めていきます。火を通していきます。で、その間暇だから鍋を振る練習でもしてみましょうか。まずこのお鍋を振る前にこの具材を動かす練習をすると、すごい良い感じです。左手でこうお鍋を持って、まず時計回りにこう、ね、お鍋を回してみるわけです。こんな感じ。当たり前ですけどこの回している時にその高さが変わっちゃうとそのどっかでこう飛んでしまうので、この鍋底の位置は変えずにこのお鍋をスイングさせていくと、で、だんだんこれを大きくしていくと、その中の具材がちょっとずつその時計回りに回っていくので、まずこれができるように練習をしてみましょう。時計回りでもいいですし、あとやりづらければ半時計回りでも OK です。どっちもいいです。自分がやりやすい方でチャレンジをしてみてくださいませ。で、それがなんとなくできるようになってきたら、その水平移動で具材を向こうに持っていくわけですね。こんな感じで。で、このまま、引っ張るとそのままこう、具材がバーッとジャジャって飛んで、すごい大変なことになるようになって、ある程度のところで、その手首を返してあげて、その具材を、ジャンプさせてあげます。イメージとしては、向こう側に行きました。具材が向こう側に行きました。で、鍋をこちらに傾けています。で、ここから手首を、こう返してあげて、具材をこっちに持っていくと。もう一回やってみましょうか。具材が向こうにいる中で、手首を返して、こんな感じです。あんまりここの位置が、なんて言うんでしょう、その軸がぶれないようにしてあげるのがすげえポイントでございます。これがずれるとすごい具材がなんか大きく舞い上がっちゃったりとか、まあ、こぼれちゃったりとかするので、大きくというか、ちっちゃくなんですけれども、でもある程度大きく、なんて言うんでしょう、まあ練習ですよかったらやってみてくださいませ。まあ、最初は時計回りにこう回すところからスタートして、で、それができるようになってきたら上下にこう揺する練習をしてみて、で、上下を揺すりながらこの状態から具材を向こうに持っていって手首を返す。最初はちょっとでいいです。ちっちゃく、ちっちゃく、で、これが慣れてきたら大きく、大きく、大きくという感じでやっていくと、楽しいかなと思います。で、そんな感じで遊んでたらいい感じに火が通ってきました。味付けをしていきましょう。まず醤油がレレレレぐらいで、ここみりんが決定ぐらい、決定ぐらいで、ごま油もだらーぐらいで、お砂糖がそしてちょっと小さじ1あるかないかぐらい、ペペぐらい、ペペ、これで完了です。で、まあ、ここからそのお好きにアレンジをすることも可能です。例えばちょっとピリ辛っぽくしたければこういうね、鷹の爪とかを入れたりとかしても美味しくなりますし、しょっこい方が好きっていう場合だったら醤油多めに入れてもいいですし、なんかこうガッツリ系メニューにしたいみたいな感じだったらニンニク多めとかにすると、すごいなんかこう食欲もりもりみたいな、なんかそういう感じになりますし、この辺は皆さんの好みで、アレンジをしてみてくださいませ。
これで肉ダネが完成でございます。で、ここから、まあ、タッパーとかお皿とかに開けて用意をしておくんですけれども、まあ、もちろんですけれども、冷凍保存とかも全然できます。普通にこのままね、タッパーとかに入れて冷凍保存しちゃってもいいですし、あと、粗熱取ってから、ラップでくるんで冷凍とかしておいてもいいですし、こんな感じで、まあ、肉ダネをまず作るのがチャーハンの最初って感じです。おっす。では、肉ダネを作ったので、次は、チャーハンを仕上げていきましょう。使うものといったら、まあ、普通に白ネギって感じですね。これと、肉ダネと、あと白いご飯という感じです。で、まあ、一食作るときに1本丸々使うと、まあ、ちょっと多いかなって感じですけども、ネギ好きの人だったら1本丸々使っても OK です。自分は、細ければ1本丸々いっちゃいますけども、このぐらいの太さだったら、まあ、半分ぐらいかなって感じですかね。この辺は、まあ、すごい好みなので、お好きな量を使ってくださいませ。あ、で、ちょっと、でね、飛ばしちゃったけど、そうですね、この、ちょっとこの刃を少しだけ入れて、一番外側だけ、ネギを剥いていって、使っていきます。で、ちょっと洗うと。で、ネギはその半分にまず割って、こんな状態にして、細かく切っていきましょう。普通にどんどんと包丁を落としていけば OK です。できました。で、この火を火にかけて、あと卵だ、卵。卵はまあ1食につき1個でいいと思います。もし2食同時に作るときだったら2個拭いておいてくださいませ。ちょっと鍋の大きさとか、あと火力の都合で、3人分は一緒に作らない方がいいです。やっても2人前まで、できれば2人前作る場合でも1人前ずつ仕上げた方が、何かと良いかなって感じですかね。ちょっとめんどくさいんですけれども、そんな感じです。よし、温まってまいりました。待って、終わりました。で、卵を入れたらすぐにご飯を入れて、炒めていきます。こんな感じで、このご飯に火を通していくわけでございますね。卵に火を通していくわけでございます。で、ちょっとこの固まっているところを、そのしゃもじとかお玉とかでつつきながら、どん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 細かく仕上げていきましょう。で、たまに大きく返して。こんな感じです。で、ある程度ほぐれてきたら、肉ダネ入れます。好きな量入れてください。目安としては大さじ山盛り、1杯2杯くらいが多分美味しいと思います。で、塩コショウを振ります。で、ネギも入れます。で、ある程度ご飯がほぐれるまで、どんどんこのしゃもじとかでつついて細かくしていってあげましょう。なんかその白い塊みたいなのがあるんですよ。そのご飯の塊みたいな。なんかそこを狙ってつついていくような感じです。うん、いいでしょう。あ、で、ごめんなさい。ちょっと一つだけ忘れてた。入れなくてもいいんですけども、仕上げに、ちょっとだけ醤油を垂らして香ばしさを出すとすごく良い感じです。本当にちょっと。小さじ1あるかないかぐらいで、全体にちょっと浸透させたらもう OK って感じですね。 OK、 終わりです。そのままお皿に注ぎましょう。トイ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 、できたチャーハン、できたチャーハン。で、ちょっと滝沢流だと最後にこの粗挽き胡椒を振ります。そうすると、この
胡椒のすごい良い香りが立ち上って食欲増すねみたいな、そんな感じになるわけでございます。まあこんな感じでチャーハンができました、やってねという感じでございます。どうでしたでしょうか。なんとなくできそうでしょうか。まあパパッとやっちゃいましたけれども、初心者の方でもそんな難しくないと思います。ちょっとまあ時間はかかっちゃったりとかはするかもしれないですけども、大失敗ってことはあんまないと思いますので、本当に気軽にちょっとチャレンジをしてみてくださいませ。ギターと一緒で料理も楽しむ気持ちがとても大事でございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。オーダーが入ったら、鍋を温めておきましょう。で、鍋を温めた間にご飯とかの、準備をしていきます。卵の方もちょっと先に待っておかなきゃいけないので、待っておきつつ、溶いておきます。煙がやってきたので油を取ります。卵を入れて、すぐにご飯を入れて、最初は小さく返して、細かくほぐしていきましょう。で、その間に肉ダネを入れて、ネギ、胡椒、グリーンピース、仕上げのデザート。で、デザートができるだけ下に敷くように、鍋をすると良い感じです。ランチの場合とかはこのスープがつくので、スープの準備をしておきましょう。盛るときはこんな感じで頭に出したりとかすると、結構分量とかも守れますし、あと見た目とかもすごく良くなるのがおすすめです。ネギを振ってと、塩胡椒、あ、なんか粗挽き胡椒で、完成という感じでございます。 Yes!